どうも皆さん、こんにちは、ツンツンです。今日はジャックジャックさんっていう方、まあツイッターの方からですね、教えていただいたガスタ入りのヒーロー、これをね使って遊んでみたので見ていただきたいなと思います。で、普通にね、なかなか強いんですよね。で、まあ何が強いかってところなんですけど、まあ相手とりあえずブルーアイズじゃないですか。まあデッキがガスタの、6枚引けてれば、もしくは分断の3枚引けてれば、大体耐えることができるのと、あとフォレストマンも守備力2000あるので、めちゃくちゃ強いよね。で、例えばこの盤面とかだったら、この、ウィンダをセットするだけで、場がね、耐えることができてしまうっていう。例えばここ殴られます。で、ウィンダは戦闘破壊された時にですね、ガスタの中納を一体特召喚できるんですよ。で、これでガルド取ってくるじゃないですか。で、ガルドは墓地に送られて、これ効果破壊でもちなみにいいんですけど、これでウィンダ取ってくるじゃないですか。で、ウィンダでまたガルドみたいな。このループで、もうめちゃくちゃ耐えることができるよね。で、この後じゃあどうするかってところなんですけど、ドローしたのがいいヒーローモンスターだったんで、まあ圧縮するからね、大体そういうのを引きやすくなってくるんですよね。で、まあ圧縮するから大体そういうのを引きやすくなってくるんですよね。で、ここで、ブレイズマン出して、で、ここでね、じゃあ今からまず普通に融合2発溜まったんで融合するじゃないですか。で、ここで出していくのがこいつですよ。グレートルネード。こいつは、ちょっと止めるの早かったね。グレートルネードは、相手の攻守を半分にするんですよ。しかもちなみにこのターンだけじゃなくて、ずっとですからね。相手フィールド上すべてのモンスターは攻撃力、守備力半分になる。かける2発。ということは、これで攻撃力が750の可愛いちびっこブルーアイズになるわけですよ。じゃあそこを殴って殴ってで、勝ちっていう盤面が作れます。だから攻撃力3000とかだったら、局所して、2発並べることができれば、もう勝ちです。ではですね、次リシドなんですけど、遅いデッキに関してはめちゃくちゃ強いと思います。今のブルーアイズとかだったから、ガスタ関係引けてて、ちょっと早めに勝負をかけるみたいな感じだったんですけど、遅いデッキとかだったら、このガスタと、まあ分断とかあったら、まあ余裕っていう。ただ、こいつらでここ飛ばされちゃうんであれなんだけどね。で、パーツ揃うまでの間、しばらく待ちます。で、こうやって、ターン返していって、ターン返していってみたいな感じなんですけど、別にラスギャン無理にする必要ない。だいたい一旦耐えれるしね。で、こいつ。ガルドは殴られても、ウィンダー出てきます。で、ここ殴られても、次ガルド出てきます。で、耐えるじゃないですか。で、この次なんですけれども、局所打ちます。局所打ったら、効果食らっちゃいました。まあ、OK です。で、その次にラスギャンして、局所もういらないからね。あ、局所いらないと思ったけど残ってたわ。なんでや。なんでや。あ、そや、ここミラクルフュージョンするからや。で、今のぶっちゃけ局所捨てた方が良かったと思うわ。若干プレミだと思う。で、融合して、まあ、2体融合してガイアします。ガイアは相手の攻撃力の半分分吸うんですよね。こうやって。だから、こう、相手1250になって、こいつ3450になるっていう。で、さらに融合して、こいつ出してで攻撃力半分にしてさらにクリボールケアでミラクルフュージョン打ってみたいな。だクリボールいないんだけどね。でもこれだけ展開できるんですよ。融合融合ミラクルフュージョンで、3体展開でかいのドンドンドンできる。しかも相手攻守半分みたいなっていうむちゃくちゃなことができるデッキになってます。では、もう一度だけね、解説してその後実況していきたいと思います。相手バランスです。で、バランスだったら最近小脇とかも警戒しなきゃいけないよねっていう。で、相手デュアルでした。デュアルだったんで、ガスタセットの、殴られね。相手いい感じでモンスター引かれて、ちょっとあれでしたわ。辛い展開でしたわ。で、こいつ出して、で、ここ飛ばされちゃいます。合間熟知強いね。まあ、こいつセットして、ターン返して、殴られます。まあ、ここ普通にブレイズマンでも良かったんだけどね。で、このターンで、まず局所打って、銀幕貼られます。まあ、それはしょうがない。で、ブレイズマン出して、まずデッキ圧縮します。で、融合をしっかり引いておいてからのラスギャン。ここね、ブレイズマン切っても良かったかもしれない。まあ、サイコロの出目が悪かったら嫌だなと思ってこうやったんだけど、まあ、結果的にはね、そっちで良かったかなっていう。で、グレットルネードで相手攻撃力半分にしてからのさらにミラクルフュージョンでもう一発グレットルネード出して半分にしてみたいな。
で分断伏せて殴るで殴るでこうする。でさらに相手ライフ払う、ここ飛ばされる。でラグなかったから分断が嫌だなと思って、それだったらこのまま殴ろうと思って殴りました、という風な感じで、やっていくことができます。じゃあ、実況を見ていただきたいと思いますので、どうぞ。はい、ではやっていきましょう。うむ、あ、小脇か、小脇メール、バランスでもねえな。シンプルに小脇で粉砕かな、もしかしたら泥線系か、泥線ハイレベルとかか粉砕かどっちかだと思うんだけど。おお、フルクルセイダー、おお、クルセイダー2枚入ってんのか。重戦士族だもんねこいつ。ターン終了だ、俺のターン。ドロー。いや、融合取ってくるんだったらフォレストマンなんだけど、ちょっとあれだからこうしよう。混合角取ってこられちゃうけどね。あ、マキシマム来た。マキシマム効果は耐え。でウィンダー出して、粉砕か。こいつクルセイダーでぶん殴って、で回収じゃね、この混合角バリ強くね、これなんだこれ、強すぎワロタ。ウィンダの効果発動で、ガルドを取ってきて殴られる、ウィンダ出す、でガルド出すかな、でガルド効果発動でウィンダ出して、ここ殴ってくるかどうかだよね。別に殴んなくてもいいと思うけどね、だって次ここマキシマムで効果破壊したらしんどいし。で、ラストガルドかな、これが。ブレイズマンか融合欲しいな。まあそうじゃないんだったら、ウィンダー使って、なんだけど、混合角あるから、むずっ。ウルナイト。あ、ウルナイトクルセイダー混合角かな。じゃあクルセイダー公開して、お、やった、え、やったぜ、やったじゃん、わいわい、やったわ、これやったね。じゃあ、え、これさ、まずウィンダー召喚して、こうシンクロしてさ、待って、ガイア、うん、で、まあ、とりあえず融合するじゃん。で、ガイア出すじゃないですか。フォレストマン2体で。融合召喚。ガイア召喚。で、ガイアの効果で、相手モンスター1体選択して、こいつ、こいつ、こいつ、うん、こいつでいいんじゃね？こいつ。で、さらに、シンクロ召喚。じゃーん！ガルドス！さらにガルドスは効果使え、待って、まずミラクルフュージョンと、ミラクルフュージョン発動で、違う、てかいっぱいいるわ、いっぱいいたわこいつら。こいつらいっぱいいたわ。でこいつ出して、トルネード出して、全員攻撃力下げて、でしかもガルドス効果で、まあ、こいつとこいつ戻して、一番攻撃力高いやつを破壊して、バトル、いけー、対戦、ありがとうございました。これ強くない、普通に。ありがとうございました。はい、ではやっていきましょう。根性か、あー、このハンドはやばくね。ターンエンド、オッケー、耐えの耐え、あ、やった、耐え、肉壁来た、よし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 、耐え、お、マジ
まあまだ大丈夫でしょう。まあでも、うん、モンスターでも1体でも引いた勝ちじゃねこれって考えたら、極初的ハリケーン、ブレイズマン召喚、ブレイズマンのモンスター効果発動。まあクリボールいないやろ、クリボールいなかったら俺の勝ちよ。1枚のモンスターを引けばね、ラストギャンブル、えいっ、えいっ、よっしゃいっぱい出た。融合発動。どうしようこれ、とりあえずこいつと、あ待って、いやこっちじゃないとダメか、こいつ巻き込みてえから、こいつと、うーこいつでいきます。グレートトルネード、さらにミラクルフュージョン発動。こいつとこいつ、よっしゃー、根性を踏み越えていくスタイル、根性を踏み越えていくスタイル、よし対戦あり。あーあー、やっばーやっばー、死にそう。ここでボール使って、使ってくれた、やっばやばくねこれ、やっぱりただものじゃないぜ、死んだんじゃねこれ、終わった終わったー、攻めすぎたーっていうか、あれだったなー、普通になんか一発ぐらい殴っててもよかった気もするが、ブレイズマンで一発殴っとくべきだったなー多分。あーい、パーツ揃ったんかい、一発ブレイズマンで殴っててよかったなー、じゃあ多分大丈夫だったよなー。うわーいクリボールはずるい。ありがとうございました。